どうも、毎度です。ニックです。今日ね、淡路島ツーリング行ってきます。はい。とりあえずね、メンバーはフォロワーさん兼元ブログ仲間のまず明暗で、同じくさぬき丸さんでですね、ツイッターのフォロワーさんで、玉ねぎ男爵さんとなります。はい、もう淡路島ね、行ったことあるんですけどね、でもほんまちょろっと行っただけで、ぐるっと回ったりとかしたことないんでね、もうめちゃくちゃ楽しみで、とりあえずね、今2号線を明石の方に向かって走ってます。はい、とりあえずはね、マイクあたりで、まずは明暗と合流して、で、明石海峡大橋っていうんですか、あれ渡ったことないんで、ちょっと今回、明石海峡大橋デビューということで、はい。それもめっちゃ楽しみなんですよね。うん。いやー、でもね、ほんま今日なんかね、雨の予報やったんですけどね、なんか、まあちょっと曇ってはいるけども、まあ持つんじゃないかなみたいな感じで、でもなんか路面がちょっと濡れてるんでね、昨日の夜に雨降ったんですかね、ちょっとね、うん、まあ、そんな感じはしますね、うん、いやー、これもまあきっと僕の日頃の行いでしょうねいやまあとりあえずね、今からその舞妓の方に向かっていきたいと思います。それではまた後で、じゃあね。あ、すまやね、これね、水族館さっきやったもんな、ちょっと映ってなかったけどおお、海、いやー、でもやっぱ神戸いいよな、やっぱりな、うん、山あるし海あるし、結構道も走りやすいしね、まあ、道もそこそこ広いしね、なんかね、うんうん、なんかこういい感じよね、やっぱ神戸はね、うん、やっぱこの山がある風景っていうのはいいよね、なんか町と山がこのあるっていう風景は、うん、電車とかね、もういいね、なんかもうたまらんね。いや、ほんまね、今回ほんまバイク借りてほんま良かったね、これ最高。うん、ちょっとガソリン入れとこうかな、ちょっとな、ね、みんなに迷惑かけても困るしね。